シグザウエル P365 とは、シグザウエルゾーン社のアメリカ合衆国現地法人、シグザウエル社が設計した自動拳銃である。2017年に発表された個人のご信用や警察など法執行機関のコンシールド向けの小型自動拳銃である。激震はストライカー式、ポリマー製フレーム、スライドはステンレススチールを使用してナイトロンと呼ばれる。 PVD のコーティングがされている。消紋と照製には緑色のトリチウムを使用している。弾薬は競争弾の P 弾も使用できる。マガジンは10発入りとフィンガーレスト付き12発入りの2種類がある。このマガジンは上部2発は単列で3発目以後は複列になっている。2018年1月から販売が始まったが、スライドの閉鎖不良。 重心外面の変魔網を指摘するインターネットのレビューがあり、スライドの閉鎖不良には新しいスプリングへの交換、重心外面の変魔網はリリーフカットの追加の対策が取られた。また、消紋と小声もシーグライトから X-03A、ナイトへ変更された。2019年1月8日、全米ライフル協会のシューティングイラストレーテッド。 マガジンで2019ハンドガン・オブ・ザ・イヤーのゴールデン・ブルズ・アイを受賞している。2019年スライドと重心長が延長された、XL マニュアルセーフティ付きの MS と携帯性重視の SAS が追加された。月間、ガン2018年7月号60ページ月間、ガン2018年7月号58ページ月間、ガン2018年7月号59ページ。 シューティングイラストレーテッドマガジン公式ページ2019年11月30日閲覧、月間、ガン2019年12月号110ページ。ありがとうございます。